あった、コミックザ、ニッケルオデオンは20世紀初頭に現れアメリカ、合衆国で流行となった、規模の小さい庶民的な映画館。競争の激しい地域のニッケルオデオンには、ピアノかオルガンがあり、演奏者が、シーンに合う音楽を伴奏した。ニッケルは、アメリカ英語で5000と効果、オデオンはギリシャ語で、屋根付きの劇場の多い。ニッケルオデオンの前身は、貸店舗の内装のみ、 簡易的に変えて劇場にしたストアフロント劇場である。これらは少数ではあったが、ニッケルオデオン登場以前から存在し夜間のみの興行を行っていた。ニッケルオデオンという名称は、ハリー・ディビスとジョン・ピー・ハリスによって作られ、1905年6月、彼らはその名前で、ペンシルベニア州ピッツバーグのスミスフィールド通りにストアフロント劇場を開館した。 従来のストアフロント劇場とは異なり1日中工業を行う形態を取り大きな成功を収めた。そのため映画を上映し続ける5000との映画館という発想はすぐに多くの意欲的な企業家に劇場名はそのままで真似されることとなった。ニッケルオデオンが流行し始めた頃、ルイス B ・マイヤーは成人した。マイヤーはマサチューセッツ州。 ハーバーヒルにあるジェムシアターを改装してニッケルオデオンに業態転換にし1907年にオーフィウムシアターとして開館した。同劇場は伴奏をつけマイルズ・ブラザーズ映画をもっぱら上映する洗練された娯楽の本拠地と洗練された。1915年頃まで映画を極めたが街が発展し工業主が淘汰され、 より良い設備のより心地よい大劇場が出現するにつれ、ニッケルオデオンは衰退していった。また、国民の創生をはじめとする、長編映画が出現し始めたことも、理由の一つである。次世代の映画館が出現したことにより、観客動員数は大きく成長し、その結果入場量は5セントから10セントに、上昇していった。 マフェキングのヒロインなどを上映中のニッケルオデオン、オーディトリウムザニッケルオデオンに参入する企業家たちは、潤沢な資金を持っておらず、劇場の法的規制に対する設備投資を抑えるため300名程度までが入れる、小規模な劇場を運営した。別の側面としては、一般向けの貸し店舗を改造していたため、大きな劇場にできなかったという理由もある。 劇場の平均的なサイズは横7.5メートル、奥行き30メートル程度。座席は基本的に木製で初期においては映写室も分けられていないという暗部心であった。スクリーンは200インチ程度で、現在のホームシアターより一回り大きい程度である。後年の映画館は映写機を2台備え複数のフィルムを切り替えながら、 上映することで長時間の連続上映をしているが、ニッケルオデオンの映写機は一つの劇場に次第のみで、幻想機をベースとしていた。さらに、モーター駆動ではなく、多くの場合は、手回しの映写機が使われていた。そのため、複数フィルムの連続上映はできず、フィルムを掛け替える間は、幻想機によるスライド上映が行われた。また、当時は、 サイレント映画であるためスピーカー等は存在せず、ピアノ伴奏や観客による合唱などがその代わりとなっていた。ニッケル・オデオンでは、ボードビル演芸場と争っていたこともあり、ボードビルでの人気演目であった挿絵スライド付きの音楽演奏などは引き継がれた。そのため、単純に映画の上映のみが行われていたわけではない。基本的には次に示すパターンを3回繰り返し、 異なる映画3本を一つの上映としていた。干渉マナーを示したスライド上映映画上映冊絵スライド付きの音楽演奏幕愛ジャンルやテーマに富んだ短編を上映していた。例として風景、記録、国内外で活動する歌手やダンサー、コメディメロドラマ、問題劇、動きの流れを止めたもの、スポーツイベントなどが挙げられる。マイルズ・ブラザーズによって ニッケルオデオンに配給された1907年リリースの映画作品のいくつかは一部ではあるが、この多様性を垣間見ることができる。1907年のサタデーイブニングポストの掲載記事から引用、マイルズ・ブラザーズによってニッケルオデオンに配給された他の1907年リリースの映画作品。ありがとうございます。